皆様こんにちは。このようにしてこの聖なる安息日に皆様と共に神を礼拝できます、この幸いを本当に感謝したいと思っております。今年4月からですね、大阪センター教会だけではなく四国の教会もですね、見ることになりまして、大阪センター教会での礼拝がですね、少し回数が減ったことによってですね、皆様にお会いできるこの機会がですね、少し減りましたけども、またこのようにして皆様と共に礼拝でですね、お会いできましたこと、本当に感謝したいと思っております。もう6月に入りまして、今年もですね、本当にもうあっという間に終わるだろうなと、そういうふうに思っております。これから梅雨に入っていくと思いますが、皆様の健康がですね、支えられ、また毎週この安息日に皆様と共に聖なる神様をまた賛美、祈り、礼拝できることができればなと、そう願っております。今日は賢い者のように歩きなさいというテーマでありますが、エペソ・ピテの手紙の5章15節から21節のところからですね、メッセージを取り継がせていただきたいと、そう思います。まず司会者に読んでもらいましたけども、もう一度エペソ・ピテの手紙の5章15から21節、今日はですね、スクリーンがないので、皆様と共にですね、スクリーンがあればちょっと教えてください。ご自分の聖書を開いてですね、共に読んでみたいと思います。はい、どうぞ。そこであなた方の歩き方によく注意して、賢くない者のようにではなく、賢い者のように歩き、今の時を生かして用いなさい。今は悪い時代なのである。だから愚かな者にならないで、主の御旨が何であるかを悟りなさい。酒に酔ってはいけない。それは乱魚のもとである。むしろ御霊に満たされて、詩と賛美と霊の歌と思って語り合い、主に向かって心から賛美の歌を歌いなさい。そしてすべてのことにつき、いつも私たちの主イエス・キリストの御名によって父なる神に感謝し、キリストに対する恐れの心を持って互いに仕え合うべきである。アメン。2000年前に使徒パウロはエペソ教会の信徒に向けてこのような手紙を書き送りました。パウロの手紙は今もなお有効であって、私たちに必要なメッセージとして今手渡されているわけであります。まずパウロは賢い者のように歩きなさいとお勧めしています。パウロから見たら、エペソ教会の人々は賢い者のように歩いていなかったということがわかります。賢い者、愚かな者はどのような基準で賢い者になり、また愚かな者になるのでしょうか。誰も愚かな者になりたいと願っている人は一人もいないと、そう思います。でもついつい愚かな者のように歩いてしまう、愚かな者のように考えてしまう、言ってしまうということはあります。私も身近な人生の中で今まで賢くない思いや賢くない行動や賢くない人生の歩き方をやってきただろうと、そう思います。しかし神様が言う賢いものというものは何でしょうか。聖書は繰り返して言います。神を信じる者、神を認める者、神の御言葉に頼って生きる者、これが賢いものであります。愚かな者は誰のことでしょうか。神ではなく
自分自身の思いや自分自身の考えに従って歩むもの、それは愚かなものであります。詩編14編にも詩編53編にも、愚かなものは言う、神などはいないという言葉が書かれています。時に賢い層に賢いもののように歩いている人の中でも、自分の人生の中で神様を全く認めていない人もいます。同大卒業している人も、ものすごい有名な大学卒業している人の中でも、私たちが信じている創造主なる神様、贖い主なる神様を全く知らないまま生きている人は多くおられると思います。しかし私たちはこの世に対する知識は持っていなくても、知恵の源であられるイエス・キリスト神様を私たちは信じて歩んでいます。それが神様から見たら賢いものではないでしょうか。箴言3章5節6節を読んでみますと、次のような言葉が書かれています。心を尽くして主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。私たちはまっすぐな道を歩もうと願いますが、時にはまっすぐでない道も歩かなければいけません。人の歩き方を見て、その人が大体わかります。堂々と歩いている人がいます。その人の歩き方を見ますと、胸を張って歩けます。そして力があります。何かの自信に満ちて歩いているわけであります。そして彼らはまっすぐに歩きます。何かの目標を定めて歩きます。しかし、歩いての歩き方を見ますと、本当に弱々しく歩く人がいます。何か病でもあるのかなと思ったり、なんかストレスや、なんか悩みがあるのかなと思ったりします。私たちの信仰の歩き方にも、同じようなことが言えるのではないでしょうか。信仰を持ってまっすぐに歩む人もいます。しかし、くらついている人もいます。安息になれば、迷わず、まず、教会に行く日だと思って、確信を持って、この日だけは、全く予定を空けてですね、神を礼拝する日として、守る人もいますし、あるいは、ある人はですね、自分の都合に合わせて、何かのことがあればですね、すぐ、教会よりは、自分の、が大切に思っているところを選んで信仰生活をする人もいます。パウロは賢い者のように歩きなさいと勧めています。その理由として挙げられているのが、エペソの交渉中6節、今の時を生かして用いなさい、今は悪い時代なのであると言っています。今は悪い時代です。今は本当に悪い時代となってしまいました。どんなことが起こってもおかしくないような時代であります。自分の意思と関係なく、自分の思いと関係なく、いろんなことが起こってくる時代に私たちは今生かされております。私たちはアドベンチストです。アドベンチストはアドベンチストとして歩む必要があります。もうすぐイエス様は帰って来られる、そのような希望を持って私たちは歩んでいく必要があります。でも問題は、アドベンチストでありながら、アドベンチストではないような歩き方をしてしまう場合があります。この世が永遠に続くかのように、永遠に私たちがこの世で生きられるかのように、生きている人がいます。私たちがアドベンチストとして大切にしないといけないものは
何でしょうか。今の時をちゃんと把握してわきまえて歩むことであります。先に寄ってはならないと言ってます。パウロが言っているこの酒はどんな酒なのでしょうか。本当のこのお酒かもしれません。お酒が入ってしまうと私たちの歩き方は変になってしまいます。自分がまっすぐに歩んでいるだと思っているだけでも、しかし実はですね、そうではありません。私は小学校3年4年生からですね、小さなこのアドベンチストの集会所に通い始めました。うちの家庭は全くキリスト教の気の字も知らない全く無関係な家庭でありました。父は儒教で、母は熱心な仏教徒でありました。私は幼い時から教会へ行くよりはお寺に、うちの母に連れられて行くところが結構回数が多かったであります。しかし私はお寺に行ってそこで平安を得ることはできませんでした。お寺で描かれている絵とかですね、見たら怖かったんです。なんでそんなに怖いんだろうと思いました。小学校3年生の時に担任の先生が進化論的な話を教えてくださいました。人間は猿から進化されて人間になったんだろうだと、そう教えてくれたわけであります。そこにものすごい深い疑問を抱きました。自分は猿とは全然違うじゃないか、似てはいますけども違うものである、本当に私は人間は猿から進化したんだろうかという、この深い疑問を感じてですね、その疑問を感じたまま私は VBS に参加、人生初めて隣の町にこの集会所がありましたけども、 VBS にですね参加しました。友達に誘われて参加したのが初めての教会との縁であります。そこで教会の先生が聖書を、創世記をの創造の物語をですね教えてくださいました。その話を聞いて私は嬉しかったです。私は猿から進化されたものではなく神様によって作られたんだということをですね、自分はそこでそれを選びました。それから私の信仰生活は今に至っているわけであります。今は悪い時代だと言っています。酒によってはならない。パウロが言っている酒というものは本物の酒ではなく、私たちのクリスチャンとしてのまっすぐな歩みをする上で邪魔するもの、妨害するもの、イエス・キリストへまっすぐに歩んでいきたいのに、それをイエス様の方へ行けないような邪魔するもの、悪い教え、偽りの教え、それが我々が最も気をつけないといけない酒ではないでしょうか。この世の中には多くの教会があります。多くの宗教があります。数え切れないほどの宗派があります。その中でどれを選んで信じればいいでしょうか。どの教会行けばいいでしょうか。どの神を信じて礼拝すればいいでしょうか。私たちアドベンチストは土曜日を礼拝日として守っています。安息日だと確信しているからであります。安息日は神様が聖書ではっきりと示された礼拝日であります。ある人は安息日はユダヤ人に属しているユダヤ教のようなものだと、律法主義者だと言っている人がいます。本当なのでしょうか。私たちはセブンスデーアドベンチスト、土曜日を安息日として守り、またイエス様のご再臨を希望を持って望みを持って待っている群れであります。パウロはアドベンチストでありました。パウロは
アドベンチストとして今私たちに語っています。賢い者のように歩きなさい。今は悪い時代なのである。愚かな者にならないで、主の御旨が何であるかを悟れと言っています。皆様は神の御心が何であるかを悟っておられますか？主の御心を知るためにはどうすればいいでしょうか？私たちには神様の御言葉があります。この神の御言葉に神様の御旨が、御心がはっきりと記されております。神の御心を知ると同時に神の御心を行うことはとても大切なことではないでしょうか。ヤコブの手紙1章22節読んでみますと、御言葉を行う人になりなさい。己を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけないと書かれています。神の御心を行うためにはまず神の御心が何であるかを悟る必要があるのではないでしょうか。神様は私にどう生きなさいと、どのように歩みなさいと願っているのか、それをですね、知らない限りでは私たちは神様の御心を行うことは決してできないからであります。ヨハネによる福音書6章40節を読みますと、私の父の御心は子を見て信じる者がことごとく永遠の命を得るためである。そして私はその人々を終わりの日によみがえらせるであろうと書いてあります。神の御心は私たちがみんな一人も滅びないでイエス様を信じて救われることであると書かれています。ここにいる人だけではありません。ここにいない人たちもイエス様を信じて救われること、それが神様の御心です。そのために私たちは先に選ばれ、先に召されています。私たちを通して神様の救いが、神の恵みが、神の愛が伝わっていくこと、私を通して誰かの人もですね、他の人もイエス様を知り救われ恵まれ、そしてその魂が救われること、それは私たちに対する神様の御心ではないでしょうか。ミカ書6章8節の言葉をお読みいたします。人よ、彼は先に良いことの何であるかをあなた方に告げられた。主のあなたに求められることはただ公義を行い、慈しみを愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。神様が私たちに願っていることは大きなことではありません。ただ一緒に歩みたい、一緒に歩きたいと願っておられます。でも違う、同じところを見ていなければ共に歩くことはできません。同じ目標を持っていなければ私たちはですね、決して共に歩くことはできないと思います。私たちが神の思いを抱かなければ、イエス・キリストの心を抱かなければ、私たちは決してイエス様と共に歩むことは難しいです。もし私たちの心がこの世にとっぷり使っているのであれば、どうやって私たちはキリストと共に歩くことができるでしょうか。2番目、パオロは御霊に満たされ語り合いなさいと進めています。エペソ教会のこの教会の教科の特徴はですね、御霊に満たされ語り合うことをしないで裁き合うような、そのような教会だったかもしれません。パオロは御霊に満たされて語り合いなさい、それが誠の教会、神様が喜ばれる教会であると言っています。
エペソの手紙の交渉中9節、詩と賛美の賛美と霊の歌と思って語り合いなさいと言っています。最近特にこの言葉のこの強さ、この言葉の怖さ、言葉の恐ろしさをですね、知ることができます。言葉というものはそこには力があります。ある言葉によって励まされ、ある言葉によって慰められ、ある言葉によって元気づけられることもあります。しかしある言葉によって落胆し、絶望に陥り、ある言葉によってもう人生をやめようかというですね、その言葉もあります。私たちが語る言葉には力があります。そこには命があります。ある言葉は切り裂くような鋭い刃物のような言葉もありますし、ある言葉はですね、人の心を癒してしまう、本当に癒すような温かい言葉もあります。使徒パウロは私たちに、またエペソの教会の信徒の人々に、霊で満たされた言葉で語り合いなさいと言っています。私たちは本当に言葉を語るときに、御霊に満たされたその言葉でお互いに語り合う、そのような信仰の友、信仰の仲間にならなければいけないと、そう思います。コリント第一の手紙の14章1節から4節の言葉をお読みいたします。愛を追い求めなさい。また霊の賜物をことに預言することを熱心に求めなさい。異言を語る者は人に向かって語るのではなく、神に向かって語るのである。それは誰にもわからない。彼はただ霊によって奥義を語っているだけである。しかし預言をする者は人に語ってその徳を高め、彼を励まし慰めるのである。異言を語る者は自分だけの徳を高めるが、預言をする者は教会の徳を高める。私たちは異言ではなく預言を語る者にならなければなりません。預言というものは愛の言葉です。異言というものは自分がいかに偉いか、自分がいかに賢いか、自分がいかにですね、優れているものかを表すものになりがちなんです。パウロは異言ではなく、むしろ預言を語れと進めています。預言を語る者は教会の徳を高めることになります。私たちが預言の言葉を語るためには、御霊に満たされなければいけません。我々の心が御霊に支配されなければいけないと思います。キリストの道第7章弟子としての証拠というところに、このような言葉が書かれていました。私どもの心を支配しているのは誰でしょうか。私どもは誰のことを考えているのでしょうか。また誰のことを話すのが好きでしょうか。私どもが何よりも愛情を捧げ、何よりも最上の努力を傾けようとするのは誰のためでしょうか。もし私どもがキリストのものであれば、彼と一つの心になり、彼のことを思うのが一番楽しいこととなり、私どもの持ち物も私ども自身もすべて彼に捧げてしまいます。私たちが毎週安息日を守るのは、7日の1日を神様に捧げることになるんです。そして10分の1、11を捧げるのは、10分の1のこの財産すべて神様のものでありますが、この10分の1を聖別に捧げるのは、この財産すべても
神様のものであることを示す、表す、信仰の表しであります。この前、若手牧師会がありました。一泊キャンプを行いました。本当は神戸の幸せの村で行うつもりでありましたけども、雨が降ったことでですね、場所を急に変更して、うちの教会の信徒である家にですね、お邪魔して一泊キャンプを行うことをしました。その時、ある若手牧師がですね、真剣な顔で私に近づいて質問をするんです。先生、質問があります。何なの?と聞きました。先生は、教会の中で11を捧げてない人に対してどのようなアプローチをしますか ?11 を性別していない人に対して先生はどのようにアプローチしていますかというですね、質問でありました。まあ、そういう話を聞いてですね、まあ、11を捧げてない人に対して私が今まで特別なアクションを取ったり何かしたことはないなと思ったんです。ただ祈るだけ、神様がその人を祝福してあげて、もうあふれるばかり祝福してあげてですね、もう経済的にも困ることなく、本当に自ら信仰を持って喜んで神様に11を捧げるように、神様その人を祝福してあげてくださいという祈りはしましたけども、直接11を捧げてない人に向かってですね、なんであなたは11を捧げてないのということを一回もやったことがない。私は彼に聞きました。あなたはどうしてるの。私は先生、直接行って話をします。話をしても11を捧げてくれないんです。どうすればいいでしょうか。私は話をしました。11の問題は信仰の問題だ。もっと素晴らしい御言葉を語れ、神の恵みの言葉を語りなさい。私の今の言葉が間違っているでしょうか。イエス・キリストおっしゃいました。私を愛するならば私の戒めを守るであろう。私のうちに神様に対する愛があれば、キリストに対する愛があれば、十一を捧げなさいと言われなくても自ら正確に捧げます。真面目に安息日を守ります。アドベンチストとして真面目に生きようと、正しい歩き方と思って歩もうとします。何か牧師から言われたからこそ、何か長老から言われたからこそそれをやることではないと私は思うんです。実は私たちは神様の御言葉をどれだけ真面目に守って歩んでいるでしょうか。神様の言葉も守らないのに牧師の言うことを守ります。長老の言うことを守って従いますか。私どもの心を支配しているのは誰なのでしょうかとエレン・ジー・ホワイトは訴えています。誰のことを話すのが好きでしょうか。時には私たちはお金の話をいつもするかもしれません。自分の趣味の話をいっぱいするかもしれない。あるいは年金の話をするかもしれないし、老後生活のことをするかもしれませんし、健康の話をするかもしれない。でもどれだけ私たちはキリストの話をするでしょうか。2019年から3年間、まだコロナは続いていますけども、私たち大阪センター教会はドアを閉めることはありませんでした。毎回私は席の中でコロナではなくキリストですよという話をしました。その当時多くの人々がコロナに脅かされて、コロナコロナコロナと言いました。しかしキリストを語る人は少なかったと思います。
間違いになりましたので、今日はですね、あと3番、4番、5番がありますけども、これは話ができないと思います。本当にパウロが霊感を持って私たちに訴えているように、私たちはですね、賢い者のように歩き、神様の御旨が何かを悟り、御霊に満たされて語り合う、そして主に向かって心から賛美の歌を歌う、キリストの御名によっていつも感謝する、そしてキリストに対する恐れを持って互いに使い合うような、そのようなアドベンチストとして賢い者のように歩むではありませんか。そのためにはまず神様の御言葉に戻らなければいけません。御言葉と祈りの生活をですね、私たちは徹しなければいけないと、そう思います。まもなくイエス様は帰ってこられます。その日がいつなのか誰も分かりません。でもいつも思うのは、私たちはそれぞれイエス様をその再臨を迎える時が異なっているということであります。一斉にイエス様を迎える人というものは生きているものです。しかしいつ死ぬか、いつ亡くなるのかわからない。明日死ねば、明日私たちはイエス様を迎えないといけないわけです。迎えるんです。10年後、あるいは1年後、2年後にイエス様を迎える人もいるだろうし、10年後、20年後にイエス様を迎える人もいると思います。今日イエス様が来られると思って、今日イエス様を迎える備えをすること、それがですね、アドベンチストとしての正しい歩き方であると、そう信じております。はい、ありがとうございました。